どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は魂の優勢デッキをやっていきたいと思います。いやー美しいデッキだね、本当に。まあ使ってると思うけど、先に言ってきます。キャラデッキなんで、ぶっちゃけ環境デッキと比較したら弱いです。環境トップデッキと呼ばれているデッキと比較したら弱いけどね、やっぱね遊戯王なんだよ。こういうのが遊戯王だと思うんだよ。俺は遊戯王してる感がひしひしと出る。こういうデッキを使ってる時が僕は個人的にですけど一番楽しいんですよね。めちゃくちゃ楽しい、使ってて。もちろん強くはないそんなには、けどねやっぱね優勢できんだよ。優勢ができる、めちゃくちゃ楽しいんだよね。まあデッキのギミック説明していきましょう。シンクロモンスター見てください。優勢が使ったことのあるカードしか入れておりません。今回はもう全て全部ジャンク何々とか、スターダスト何々っていうモンスターですね。スターダストチャージウォーリア6シンクロワンドロースするやつ、ジャンクアーチャー、これね相手のモンスターを一時的に除外できる。裏でも表でも強いですね、非常に強い。そして、ジャンクウォーリア言わずもかな、スクラップリスト、そしてジャンクバーサーカー、これ守備表示モンスターだったら全ダメージ計算前に破壊できる、裏のまま破壊できたりするしね。だし、攻撃力を相手の攻撃力をチューナーモンスターを除外してシンクロン、チューナーだっけ、ジャンクモンスターを除外して、打点を下げれる。で、ジャンクデストロイヤー、シンクロサインにしたチューナー以外のモンスターの数だけ相手のカードを破壊する。でそして先行力サラスは一旦に一度表側のカードを破壊から守れると。このねもうザ・優勢みたいなシンクロモンスターしか採用していない、もうまあ究極のキャラデッキとまでは言わないけど、まあ、キャラデッキですよね。これがね組めるようになりました。だいぶ楽しいですね。やっぱブラックマジシャンを遊戯で使わないやつとかは俺嫌いだしはっきり言いますけど、やっぱそのジャンクデッキだったら優勢で使わないといけないんですよ。そうだから今日はこういうデッキにしました。で、まあ、ボルタローですよね。結局、優勢デッキってボルタローやから。まあ、クイックシンクロンでボルタローを捨てて、で、ジャンクシンクロンで釣って、で、またボルタローの効果使って、また即座に蘇生して、5と7のシンクロ体を並べていくと。まあ、そういうデッキですね、基本的には。で、一応ね、ライバルのカードも一応、ピン差しで採用してたりとかするんですけど、まあ、この辺はクリッターでサーチできるからっていう理由ですね。はい。で、やっぱ、底なしカナディアが、どうしたってやっぱ一番辛いんですよ。シンクロデッキなんで。だからまあ、その辺を、まあ、対策できるカードを防御団として積んで、これはまあ、打点も補助できるからね。自分のモンスターの。積んで、で、維持チューニング。やっぱりね、シンクロデッキのお供ですね。ジャンクシンクロを、除外して1300打点アップすると。だから、永続的な、打点アップが見込めるんで、この辺のモンスターにこれを打って、使っていくっていう感じですね。はい。早速、今日は優勢ごっこ。優勢ごっこですね。優勢していきましょう。デュエル。スタンバイ。行くぞ、優勢。さあ、お相手の方。お、優勢対決が来た。デュエルスタンバイ。え、これま、これマジでワンチャンエンドじゃねこれ。これワンエンドまである、これ。ワンエンドだった、今。さあ、どんなデッキなんでしょうか、優勢くん。いやー、これ、魂見せようぜ、これ。優勢デッキだよ。いやー、なかなかにね、勝率は悪いよ。正直ね、正直キャラデッキでもキャラデッキなかったら多分強いこのデッキ。はあ、はあははあ、なるほど。ジャンクシングの召喚、判定召喚はなんかあんだよな。で、ボルトヘッジオック召喚はさあここまでどうでしょう。ここまでどうでしょう。底なし落としやな。清掃しましょう。清掃していく。あれこれもらったんじゃない、これもらったんじゃない、これこれなんか底なし落とし穴とかいうなんか陰キャカードを使ってるやつ分からせられそう。いける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 、いくぞブルーノ。僕はじゃねえやちょっとブルーノの方映っちゃった。俺はレベル2ボルトヘッジョック、レベル3ジャンクシンクのモチューニング、集いし星が新たな力を呼び起こす、光さす道となれシンクロ召喚、いでよジャックウォーリアー。そして俺はテオダのクイックシンクロンの効果発動、テオダのモンスターを墓地の送り、自身を特殊召喚
そして墓地のボルトヘッジョッキの効果を発動。フィールド上にチューナーモンスターが存在する場合、墓地よりこのモンスターは特殊召喚できる。俺はレベル2ボルトヘッジョッキ、レベル5クイックシンキュラーもチューニング。集いし叫びが小玉の矢となり空を裂く。光り差す道となれシンクロ召喚、いでよジャンクアーチャー。そしてジャンクアーチャーの効果発動、ディメンションシュートバトル食らえスクラップピストスクラップ野郎。見てるかブルーノ、ブルーノ俺たちの魂を見せてやろうぜ。セットターン終了ただセットターン終了ってあんましないと思うけどね優勢って、本物の優勢ってセットエンドってあんまりしないような気がするけど、まあいいや。さあどういうデッキなんでしょうか。あー召喚者アレイサ来た、いやー強い召喚マジオッケー。もうこれ融合されんのじゃあ俺即座に。マジスカロックンロールなんだけどこれ、わしマジスカロックンロール。これ何、これプルガ、プルカス、プルカス、これもしかしてこれ絶対プルカス、あープルカスだ、プルカスだ、プルカスが来た。きつい、厳しい、ちょっと待ってプルカスマジできつい。召喚者アレイサ回収して、いや言うてね、でもねこれね、あのねクリッターのいいところは守備力が600なんですよ。だからプルガトリオでアレイスターを2回丸だったら投げられてもワンキルはされないっていうところ。ああ一応ね、一応2回まで3枚投げてくるやついたらマジでブロックしてるから俺ここでアレイスターを3枚投げてくるやつがいたらブロックしてるからちょっとこれ2枚はあるムーブ、これ絶対2枚あるやこれ。あーオッケーオッケーオッケー。でそれは、もらってでクイックシークル持っていくしかなくて、いやもうこれさ、これやばくない、これ俺マジボルトヘッジョックじゃなったら終わるんだけど、ちょボルタラを頼む。あスキル発動、スキル発動、えこれスキル発動した方がいいかな、これってそっちの方がかっこいいよね多分、そっちの方がかっこよくない、やるんだったらスキル発動調律。俺はチューナーモンスターいたよドローシー、そしてデッキトップを墓地に送る。ああうわ待って順番間違いな、クイックシンクロンの効果発動、クイックシンクロン着シンクロン墓地送り、クイックシンクロンも特殊召喚、そしてこれはアレイサのチェーンだから、ジャンクシンクロンも召喚、ジャンクシンクロンの効果墓地のボルトヘッジョックを特殊召喚。よし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 、オッケー。そしてレベル2、ちょもうアレイサのチェーンうるせえな、レベル2ボルトヘッジョックに、レベル3ジャンクシンクロンをチューニング。見てるかブルーノ、俺の魂のデュエルをお前に見せてやるぜ。ライディングデュエルアクセラレーション、集いし星が新たな力を呼び起こす。光り差す道それシンクロ召喚、いでよジャックウォーリアー。そして墓地のボルトヘッジョッキの効果発動、ちょっと待ってちょうるさい、ジャックウォーリアーもういいんだよ、もうだって上がんねえんだから。ボルトヘッジョッキの効果発動、チューナーモンスターがフィールドに存在する場合自身を墓地より特殊召喚できる。そしてレベル2ボルトヘッジョッキにレベル5クイックシンクロンをジャンクシンクロンとしてチューニング。集いし叫びが小玉の矢となり空を裂く。光り差す道となれシンクロ召喚、いでよジャンクアーチャー。ジャンクアーチャーの効果発動、フィールド上のモンスター一体を選択しこのゲームから除外する。ディメンションシュート、うるせえチェーン消えろ。セットバトルズ、いけスクラップフィスト、よーダメージステップイージーチューニングの効果、スクラップアロー。見てるかブルーノ、勝ったぞブルーノ、早くリンクスに来いブルーノ。さあお相手の方ヘルカイザーリョウ君よろしくお願いします。デュエル3倍、いやーこれ手札揃ってんだよなこれ、手札揃ってんだよなこれ、ちょっと待ってね。いやー高校欲しい人生だった、これは高校が欲しい人生だった。いや結局優勢のデッキってどういう反動揃えばいいかっていうと、ジャンクシンクロンとボルトヘッジョッキとサイバルね、オッケー。
ボルトヘッジホークとジャンクシンクロンとクイックシンクロンっていうこの3内のモンスターを揃えるゲームなんですよ、基本的には。で、5シンクロとランシンクロをしてワンキルしていくっていう、そういうデッキなんで、サイバーデッキはフュージョンサポート。サイバー用品やばそう。やばそうだな、なんか。やばそう。サイバーロテフュージョンちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。もうちょっとデュエルしようぜ。おい、デュエルしろよ、マジで。おい、これ、サイバードラゴンが3体いるから、なんでもませんだ、今。ランページもいけるし、ツインもいけるし、ランページか、オッケー、ランページ、ちょっと待ってよ。いやー、やっぱり高校ゲーだわ、このゲーム。高校ゲーやった。肉して強っ。強いよ。ちょ、もう勝てないよ。ちょっと待って、サイバネティックフュージョンサポート強すぎ問題。